Life is like playing games. ルメロン TV 進行のフジテレビアナウンサー宮澤智です。今回の企画はヌメロンの試合を詳しく解説するヌメロンピックアップマッチ。早速こちらをご覧ください。ヌメロンの YouTube 版ヌメロン TV。 第10回大会 B ブロック最終戦、梅田彩香 VS 中田敦彦。勝った方が決勝進出となるこの一戦、互いになりふり構わぬ壮絶な戦いを繰り広げるも、最後に執念で勝利をつかみ取ったのは梅田。そんな彼女の戦いぶりを分析していこう。梅田の第一ターン、コールした数字は789。中田のジャッジは0Eと1バイト。続く第二ターン、梅田がコールした数字は156。するとジャッジは1Eと0バイト。第3ターン、梅田がコールした数字は234。するとジャッジは0Eと1バイト。この時点で中田が設定した数字は1ターン目の789と2ターン目の156、さらに3ターン目の234にそれぞれ一つずつ含まれていることが判明。また同時にここまでコールしていないゼロの未使用が確定した。そして運命の第4ターン、梅田はここで勝負に出る。アイテムスラッシュを使用。その結果、中田のスラッシュナンバーは5であることが判明。スラッシュナンバーが5となるのはご覧の5パターン。しかし1ターン目のジャッジから789の中に必ず数字が1つ含まれているため、この3つの数字を含むことのない 6-1 と 5-0 のスラッシュパターンは消える。また同時に1の未使用も確定となった。そこでこの4ターン目、梅田はスラッシュパターンを 8-3 だと仮定して863とコール。するとジャッジは 0E と2バイト。この結果、863のうちいずれか2つの数字を含んで、なおかつスラッシュパターンも成立する組み合わせは 8-3 の1つだけとなる。このことから4ターン目の2バイトは8と3で決まるため、必然的に6の使用はなくなった。これで2ターン目の 1E とは10の位の5で確定。また同時に3が100の位、8が1の位でそれぞれ確定するため、中田の設定ナンバーは358の一択であることが分かったのである。続く梅田の第5ターン、追い込まれた中田はここでシャッフルを使用。一択だった可能性を6択まで広げたのである。それを受けて梅田がコールした数字は358。するとジャッジは 0E と3バイト。惜しくも 3E とは外したものの、この時点で残る組み合わせは583と835の2択となった。そして梅田の第6ターン、選択した数字は835。するとジャッジは 3E と。こうして2分の1の確率を見事的中させ、悲願の決勝進出を果たしたのであった。皆さんいかがだったでしょうか。2人の意地がぶつかり合った名勝負でしたね。それではまたお会いしましょう。さようなら。iPhone、Android で好評配信中のヌメロンスマートフォンアプリ。スタジオの臨場感を 3D でリアルに再現。いつでもどこでも世界中のユーザーとオンライン対戦が可能。さらに番組でおなじみのアイテムをうまく使い、世界ナンバーワンを目指そう。
新機能も続々登場。さあ今すぐダウンロード。詳しくはヌメロンで検索。